おかえり、先生。部屋。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。試練が怖い時、苦難に負けそうな時、私が一緒に立ち向かってあげましょう。先生、どうでしょうこのドレス。ここは素直に褒めてくださればいいんですよ。まあと言っても先生の意見はあくまで参考にするだけですが。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。説明や解説が必要なら私に任せてください。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら いつでもおっしゃってください。黒見セリカよ。言っとくけど、私が一緒になる以上真面目にやってよね。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。給食部の風花です。新年だから新しい服なだけ。今年もよろしくね先生。怪我をされた方はいらっしゃいますか。私がすぐに駆けつけますよ。怪我をされた方はいらっしゃいますか。私がすぐに駆けつけますよ。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。
土木、建設、撤去、公務が必要な時はいつでも呼んでくれ。革命とストライキならなお歓迎だ。自警団任務の延長ですね。ようやく海に到着です。さあ先生、たっくさん遊びましょうね。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。説明や解説が必要。レッドウィンター連邦学園初期長のお出ましだ。光栄に思うがいいカムラッタ。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。ついに降臨してやったぞパンデモニウムソサエティのハヌマ誠様が直々に足を運んでやったのだ。手厚く歓待するがよい。お疲れ様、先生。ゲヘナ学園救急医学部の部長、氷室瀬名です。以後お見知りおきを。おかえり先生。部屋涼しくしておいたよ。